やっちまった。やりすぎた。裏でひたすらレベル上げして、いやレベル上げもしてたけど、デジモン集めをしすぎてね、テントモンしかいなかったのに、なんかいろんなもの、クラモンまで手に入れてしまった。クラモン手に入れるには一回成熟期まで上げて、そっからウイルスに成熟期にして、成長期のウイルスに落としてしたクラモンになった。とかいうのをね、しすぎた。他にもこんな、どんだけ集めてんだよっていうね。まあでも、成長期、いろんな成長期を集めるためには、成熟期まで上げないといけないんだけど、成熟期まで上げるのがしんどすぎて、果物一体で、もういいかなと、思いましたというのと、あとね、トコモンを間違えた。トコモンを見てたらね、なんか、ここ一番下に、初回特典のデジモンがどうだっていうのがあって、なんだこれっていうことで今から進化させてみよう。何なんだろう、初回特典ってなんだ、なんか可愛い女の子みたいなやつかな。可愛い女の子だった。もうデジモンですらないやん。システムもブランって書いてるけどデジモンですらないやん。どう見ても人間やないか。この後進化はガルゴモンになります。2人いる。どうしよう。2つ。これは今成長期だろ。成長期だからまだ胸もぺったんこなんだけど、完全体？なんで2人いるんだろう。分からん。60以上。60。全然ダメだ。一回こっちにしないとダメだな。こっちはそのうち行ってみようか。まあそんな感じでね。このメンバーで行きましょう。友情とか100になってしまってるからな。一人足りてないけど。100。どんだけザコモンスター倒したんだよっていうぐらいね。やっちゃいました。つらかったです。つらかったけど、でもね、ソシャゲの集会をやるよりはだいぶ面白かった。おお、このデジモンに進化するのかとかでいろいろ試しまくってね。さてこれですよ。飛ばせないのかな。飛ばせないのか。一回見たのに、前回見たのに、もう丸連打で、ボディーガードで、なんか歌声がどうたらこうたらで、なんとかも。なんかすげえ武器持って歩いてる。ちょっと待ってくれ。テントモンはここでは。やべえ、ワクチンばっかりだ。どうしよう。 100% テントモンをどけて、レナモンはね、一回ウイルス種にするんだよ。ようやく来てくれた。知らない人に。確か最初上を選んだな。こっちにしよう。大丈夫だった？大丈夫です。ああ、こんな風に選択肢が変わるのか。聞こえません。行きましょう。とりあえず、このゲームで思うことは、女の子の体をきれいに作りすぎだよな。どんだけ際どいというか、レナモンの走り方よ。さすが忍者みたいな走り方してる。プロットモンの走り方がすごい可愛かったんだよ。プロットモン持ってるけどね、プロットモン前回そういえば育てたなって思って、ちょっと封印したんですわ。この胸の
スクリーンとかね、やばいよね。あとスカートとかやばいよね。聞こえましたよ。前回と同じのを見ててもしょうがないんでね、さっさと進めるよ。なんでやねん、スタート。あ、回復してない。レナモン前回座ってないから、レナモンは、こっちのレナモンはこのままウイルスにして、もう一人実はもっと強いピヨモンがいるんだけど、あっちをね、ちょっと変えていこうかな。あれ、どこだったっけ？あれ？どこだったっけ？これできる？できなかったね。あれどこだ？あれどこだった？あ、思い出した。確か横の方にいたわ。なんかすごいビーム打ってる。しかも2人でビーム打った。400ってレベルが上がっていく。あれ、ここじゃない。いた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 。地図に書いてないか分からなかったね。よし、倒すぞ。こいつデータだったな、確か。データだったからウイルスでしばけばいいんだけど、草じゃないか。火持ってくればよかった。ウイルスの火なんてギルモンがいるじゃないか。ギルモン取ればよかった。開始だ。痛えな、おい。痛えな、おいって感じだったな。クソ、これ効かないぞ。全体に。ダメージ、あ、それでも効いた、よかった。まだよかった。電撃ビリーン必中。あ、無属性だからか。いやでも無属性の方がいいだろ、こいつ。あれ、草に電気効くんだったっけ。わからん。こういう時はオートにしてね。2倍だった。効くじゃないか。ベタモン一人で十分でした。すんごいレベル上がったぞ。なんかクラモン7になったぞ。アンチパラダイスヒール、アンチパニック、アンチなんとか系はいらないんだよ。ララモンだっけ。歌の先生になってください。え、感動したの、すごく良かったの。先生やってくれるのか、優しい。そんなにうまいのに下手なのか。頑張ってね。ニカーってして、ニカー。え、歩いて帰れと。まあまあまあ、筋トレが必要ね。でも今筋トレしてるんですわ。これ戻れって、歩いて戻れってひどくね。なーい。できるのはなんだ。ファイアウォール解除、コードスキャン、コピペ。お、ステルスできるのか。まあいいわ、倒していこう。これね、メモリがあるんだよな。だから誰かを成長期にしたら多分、じゃあ誰かを成熟期にすると
多分誰か一人追放しないといけなくなりそう。メモリを集めんとダメなんだけどね。メモリがどこにあるかわからないんだよ。あっちの前作のやつはだいぶメモリ余ったからな。だいぶ余ったからそっちのメモリを30ぐらい持ってきたいんだよな。すんごいビーム打てる。さっきより言ったやん。なんとかなったね。ということはシスタモンを作ればいいのね。シスタモンを2体作ればいいのか。次進化したウイルスだったもんな。ウイルスとワクチンがいたから両方作りたいな。違う、ラボに戻ってどうすんだ。ラボ戻っていいか。デジモンのレベルダメだった。31、すごいな。いつの間にかこんなに上がってしまった。か仕事終わったらその場でじゃなくてこっち戻してくれよ。あれ、BBS 発火ポイントはいらん。あっちをよこせ。重要はまだよくてこっちだな。彼女が行方不明だって。運営行けばって。確かにそうだな。もしもーし、はじめまして、僕だよ。よし行こうか。行方不明のままさ、するわけがないって。怖っ、聞こえねえよ。ルミタン、半日またか。半日しか経ってないって。お、自動で行けた。なんか来たぞ。うぜえ、うぜえ、こいつは削除だな。ルミタン、そんな人知らない。ルミタン、どっかで楽しくやってんじゃねえのって。お楽しみでしたね。いないじゃないか。ルナモンがいた。ルナモンな、育てようかなって思ったんだけど、ルナモン知らないんだよな。楽しい場所、もしかしてこれで連れて行かれたの。123、わー、やばそうなダンジョンに来た。夢の世界。この子はルミちゃんだったのか。そっから帰れなくなったの。そんなもんが嫌だって。帰っちゃだだ。友達じゃなくて強制で連れてってるだけじゃないか。よし戦おうか。大
こいつワクチンじゃね、こいつワクチン、あ、データだった、データって書いてるわ。データだったらそのまま何でもいいや、とりあえず、はい、どうせこれでおしまいだよ。水だから電撃ビリリンで終わりじゃない。ほら2倍、弱っ。ベタモン強っ。ベタモン可愛くないけど強っ。あ、進化できる、クラモン進化しよう。テントモンがクワガーモンにできないかもしれない。別の方法ならいいよ。これはダメ、誘拐なんかダメ。別の方法ならいいよ。わかんない、わかんない。もうちょっとね、遊んだりたまには帰ったりできるようなねところに行こうよ。そうそう、そういうことだ。もちろんさ、お、ちゃんと謝ってる。ちゃんと謝るのは素晴らしいことだ。自分が悪かったらごめんなさい、悪くなかったら謝らなくていいよ。口癖のようにごめんなさいって言い続けるのはダメだからね。お、終わった。ダメ出しされるのか。おお、いいことじゃないか。これからは末長く爆発してね。こんなキザ野郎だけどちゃんとアドバイスを受け取って直していこうって考える君はすごくいいと思うよ。ロマンチックよね。そんな他人みたいな言い方してさ。運営行けば？ほんとひどいよな。さあ、重要だ。エアドラモン逃げられちまったんだ。エアドラモンを倒すの？やつはワクチンだ。エアドラモンはワクチンのはずだ。俺だってできるさ。よし、ハッカーはな、一回でもミスをするとそのままクビなんだよ。ただのデータじゃない。それはダメだ。お、レベル2じゃないか。まあ、やるしかないか。とりあえずやろうか。その前に、あ、よかった。よかった。そう、デジラボに行きたかったんだ。進化させたかったんですわ。デジモン進化。なんだこれ。あ、これ見た。何だったかな、名前忘れた。あれだ、アルカディモンだ。アルカディモン。デジモンアドベンチャー02だった。違う、02じゃん、01か。あのコミック。V ジャンプでやってた。全巻持ってるっていうね。ゼロ。V ドラモン、エアロ V ドラモンゼロ。アルフォース V ドラモンゼロ。
超究極体。懐かしいな。ハッカーズメモリーをクリアしないともらえないのか。残念。バグモン、ツメモン、もちろんツメモンにします。ツメモン。ツメモンの次なんだったっけ。ツメモンの次。ケダモン。ケダモンだ、ケダモン。なんだこれ。ピコデビモン。お、才能19もあるの。他の人たちは12、12、12、14。ん？あ、進化したら19か。びっくりした。なんでいきなり19になってんだって思ったら、こっちに来たら19になるのか。この人たちは10、8、10、17。この子をキュービモンにしてね、最後あっちに行こうかなと思って。いやでもここに行くから、ここで捕まえようか。11なんだけど、この先何にしようかって迷って、あ、ルナモンが出てきた。これは何モンだ、わからない。あ、50なかったか。そして15、何もできるじゃないか。何もにして、あれ、エレキも8か。何もにして、ウイルスにして、でここから下げていく。このデジモン注文だ、これ。これどう見ても注文だ。でガージモンに変えると。才能10だったのが落とすと13になるぞ。これはありがてえ。ガージモン、ガージモンからガジモン、微妙だな。クリサリモンがいる。クリサリモンはあっちにあるんで、パグモンまで落として、あれ15になる。すげえな。なんでこんな落とすだけでこんな才能上がっていくんだ。でパグモンをインプモンにしよう。チューモンにしてもな。ロップモンはこっちから、レナモンから。もう進化できるやん。いや15にしないともったいない。ハグモンはそのうちインプモンになるまで、レベル上がるまで持っとけって感じかな。17しかないからな。どうにかして55まで上げないといけない。レナモンはこっちに上げるんだけど、ベタモンはシードラモンに上げたい。これはまだまだだね。深さ50いく？これいく？ツメモンはケダモンに。よし。で今20あるやん。やばいやばい。セーブしとっか。うわ、結構やってんな。